皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室、本日撮影収録日は2024年8月25日日曜日になります。今日の分の配信はですね、あさって8月27日火曜日を予定しております。よろしくお願い申し上げます。今日はですね、車両盗難事件についてね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。これはですね、一般家庭の個人の車ではなくてですね、車の販売会社、大量に車を盗んでいくという手口の事件になります。事件が起きたのはですね、栃木県大田原市のホンダカーズ野崎というね、自動車販売店、新車だとか試乗車とかそういったものを盗まれているんですが、事件の発生は2024年8月19日月曜日午前1時過ぎということで、日曜の夜ということです。正確な日付はね、月曜日なんですが午前1時過ぎ、これは防犯カメラ等が回っていたので、時間的にはほぼね、間違いない時間になります。手口的にはですね、複数で販売店に来るわけですね。車をね、盗まれているところを見ると5台が出て行ってますから、最低でも5人は犯人いるわけですね。それプラスその5人がまさか歩いてきたとは思えないので、犯人側の車に乗ってくるわけですから、ドライバーが1名はいるので最低でも6人はいるんじゃないかなというふうに思われています。手口的にいくとですね、まず事務所に侵入します。事務所に侵入してですね、次は金庫を破壊するわけですね。次にこの金庫の中にある車の鍵を盗むわけですね。でこの車の鍵を盗むんですが、このホンダカーズ野崎では非常にね、しっかり防犯対策をしています。金庫の中にはお金も入ってるんですが、車の鍵をね、この金庫の中に入れてあるんです。しかもね、160センチ以上あるかなっていうぐらいな大型金庫の中に入れてます。このようにね、破壊してます。非常に荒っぽい手口ですが、金庫を破ることを分かっている犯人ですね。事務所に侵入する手口は事務所荒らしなんですね。で金庫を破壊するのは金庫破りという手口なんですが、普通の泥棒、例えば空き巣に入る泥棒が金庫をね、こんな風に破ることはできません。ちょっと荒っぽい手口ですけども、過去に金庫を破ったことがある、金庫破りの前歴のあるようなものの仕業です。車の鍵をね、取り出しますが、この販売店非常にしっかりしてるんです。防犯対策、何かというと、車の鍵、スマートキーの電池を抜いてるんですね。ですから鍵、よし鍵あったと思ってもスマートキーが動かないわけですよ。ですから本来は電池が入ってるとピッピッってやると、パッとこうライトがつきますよね。それで、あ、この車の鍵ってすぐ分かるんです。たくさん10台車が止まってようと、1台1台車やらなくてもピッってやるとライトがついて、はい、あなたが持ってる鍵はこの車ですよと教えてくれるわけじゃないですか。この犯人グループ、なんと電池を用意していってるんですよ。用意周到ですよね。スマートキーの電池を抜いていることを想定しているわけです。ですからこれ、私が思うには、以前どちらかの同じような車盗難やろうとした時にスマートキーの電池を抜いているのがあって、盗めなかったことがあるんじゃないかなと思います。それでそういったボタン電池を準備して言ってるわけですね。で電池を入れて、今度ね、車両を盗みます。車両を盗むんですが、ただ単に車両を盗むだけではなくてですね、ナンバーを取り付けてます。取り付けるのか取り替えてるのか、ちょっとそこわからないんですが、ナンバーがもともとからついてれば取り替えというのは、ナンバーはすぐ盗難手配されてしまいますので、盗難手配されないわからないナンバーを事前に、これも準備していってるわけですね。ナンバーを準備していってるわけです。6人のうち5人が運転して、まず最初5台で、2番目が6台、計11台、車の金額が2700万円相当プラス金庫の中に約300万円、計3000万円の被害。もう一度いきますね。まず1回目5台に分乗して盗難しています。その後2回目来た時にはですね、今度6台ということは6人来てるわけですね。ということは1名増えてるんです、犯人が。ですから全部で犯人7人いる、もしくは同じものが来たとは限らないので、もっといるかも分かりませんけども、6人と7人、これはドライバーもいるのでね、そういうものが来て盗んでいるという、非常にね、用意周到で来ている。
金庫もあのように開けて、金庫の中から現金約300万円と車自体が2700万円という、ね、被害に遭ってます。この事件は8月15日月曜日なんですが、同じ月8月5日、今月のね8月5日月曜日、これもですね日曜の夜なんですね。この店はね防カメがないのでちょっとはっきりした時間は分かりませんが、8月4日の夜は被害に遭ってないわけですね。日曜日は8月5日の朝、まあ分かるわけです、被害に遭ったのが。場所はですね群馬県沼田市にあるホンダカーズ沼田東戸賀野店というところになります。ここはですね、被害に遭ったのが車両が12台で2700万円相当の被害になります。あとですね金庫、これ手提げ金庫が持っていかれてます。これはね約20万円、まあ中にお金も在中してたんですが20万円、これ手提げなのでそんな大きいものではないんですが、こういったものも取られているというのが実際あります。この大田原のねホンダカーズ野崎では11台車持って行かれてるんですが、なんと10台は発見されています。まあこれはね、まあ、どういう理由で10台発見されたかっていうのはちょっとわからないんですが、最初4台発見されたのはですね、この店の方が YouTube を やられていて、そのナンバー等をね YouTube で配信したそうです。そうしたところ、まあ、見ていた方から連絡をいただいて、まず最初4台発見したといったような、ね情報がありました。その後6台11台中10台を発見しているということなんですけども、ほとんどがねこの栃木県内で発見、あと1台が埼玉県内で発見ということになっています。まあ、こういった車はどうするのかというと、盗んで解体するんです。部品にで部品として海外に送る、その国でまた組み立てて盗難車を販売するということで、栃木県の大田原も群馬県の沼田もホンダです。ある程度売れる車、逆に海外からリクエストを受けてこの車が欲しいんだとかですね、まあよくあるねレクサスとかランドクルーザーといったようなものはね普通にあるんですが、それはねどこも非常に警戒が厳しいです。簡単に持っていかれないようにしています。例えばハンドルもハンドルロックって、こんなお化けみたいなロックついててですね、あとタイヤ止めとか、まあ、そんな簡単に持っていけないようにしてるんです。ただ今回のこの大田原のホンダカーズもちゃんとね防犯対策をしています。この辺りのキーボックスにね、こういうところにこう立てかけたキーボックスに鍵入れてるところよくあるじゃないですか。そんなのじゃなくて、その鍵自体を金庫の中にしまってですよ、その金庫の中の鍵も電池を抜いている、そんな開けられないようにしているところをね、まあ、持っていくというね非常に荒っぽい手口でやっている。手口的なものを見ると外国人の可能性が、まあ、強いんじゃないかなというふうに思います。ですからどこの国でも送れるのではなく、その外国人が、まあ、自国とかですね自分の国、あとはそういう知っているところに、まあ、経由するんじゃないかなというふうに思われてますけども、全く同一犯人かどうか分かりませんが、同一のグループ、こういうの組織だってやってると思うんですが、同一のグループだいうことは間違いないのかなと思います。どちらも同じ月曜日です。どちらも栃木県の大田原も群馬の沼田も同じ、しかも、車両的には12台11台ということを考えるとね、やっぱり犯行の人数とかもだいたい6人から7名、こういうようにですね、最近は外国人犯罪グループによるですね、車両の盗難等も非常に増えているということです。まあ、防犯対策としてはね、このホンダカーズ野崎店がね、非常に、しっかりしているんですが、例えば侵入する鍵を壊すとね、本当に爆音のような大きな音が鳴る、ブザーが鳴る、ピエーって鳴るのがあるんですね。そういったものを取り付けるとかですね、まあ、今回金庫を破壊されてますけども、金庫の絵を見るとですね、コンクリートが入って耐火金庫には間違いないんですが、金庫の中にですねこういう金庫があるんですね。防盗金庫というものがあります。これはね盗難に特化した簡単に盗めませんよというね、防盗金庫があります。耐火金庫っていうのは火事には強いんですが、意外とね破壊に弱かったりするんですね。この防盗金庫
まあ、値段もそれなりにするんですけども、そういう金庫等も非常に有効なのかなと。これは一般家庭、一戸建てとかマンション等でも、ね、使えます。もちろん、ね、金庫によっては床をちょっと整備しないと、強化しないといけない場合もあるんですけども、金庫破りというのは大体は現場破壊、現場で今回のように破壊して中のものを持っていく、もしくは搬出といってね、金庫ごと、大きい金庫でも金庫ごと運んで、それで盗むという手口の2つしか金庫破りってないんですけども、このどちらにもね特化している、現場で壊すこともできない、搬出持っていくこともできないような金庫が、こう冒頭金庫というのがあります。例えば1メートルぐらいのね金庫でも1トン以上あるんです。まあ1100キロぐらいあります。先ほど映っていたホンダカーズの金庫、あの金庫なら本当まあ2トン近い、 1.7 トンとかあるぐらいの金庫が冒頭金庫なんですね。しかも開けるのも現場でバールだとかそんなもの使って開くような金庫ではないです。そういった金庫もありますよと。だからその金庫にしてくださいっていうわけじゃないんですけども、そういった金庫もありますということです。泥棒って私いつも言うように、目、光、音っていうのを嫌いますから、この音ですね、事務所に侵入した時にそういう大きな音が鳴るようにしておくということが必要かなと思います。あと車両を持っていく、これは面倒くさいやり方。例えば車の鍵があっても出そうと思っても車が出せない、前後に車がつけてある、あとタイヤ止めをしている、タイヤ止めって4つつける必要ありません、1個だけでもいいのでタイヤ止めつける、あとハンドルのこんなね、お化けみたいなハンドルロックがあるんですね、これもう動きません、というふうに1台1台盗むのに非常に時間がかかる方法、あとは車の駐車場が簡単に出れないような大きな門扉、鉄の門扉をつけるとか、そのように盗むのが非常に面倒だなと思うようなのをしてれば、まあ泥棒も諦めるというか、そこが狙われにくいのかなと思ったりします。まあ、今回ももしかしたら使ってたかもわからないんですが、車両自体に GPS、 よく上野の貴金属店の方がアタッシュケースに入れてね、貴金属売ったりするときに必ずね、あのアタッシュケースに GPS 仕込んであります。そういったものを車に、まあ、車の中にはね、もともともう最初から GPS がついてる車、高級車、超がつく高級車もあるそうなんですが、一般のね車にはなかなか GPS が元々からついているのがないそうなんです。というのは、ご家族でも車に GPS がついていると、うちの主人今どこにいるのかなとか、うちの妻は今どこで何してるのかなとかって、こう GPS ですぐ分かっちゃうので、まあ、なかなか GPS の車って、まあ、嫌がる方もいるそうなんですが、そういったね、車の販売店等では GPS を車に、仕込むというかね、設置しておくのも有効かなと。そういった場合に盗難があってもすぐ分かる、当然警察と連携しながら車の発見、ね、押収していく、取り返す行為ができるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、今回ね、外国人まだ捕まってないので、どこの国というのはねちょっとなかなか言いにくいんですが、まあ、アジアであることは間違いないだろうというふうに思っています。最近その国のものの犯罪、もうびっくりするぐらい増えております。ここ数年急激にね右肩上がりに増えてるんです。まあ、技能実習生とかいろんなね、有効なビザで日本に入国してるんですが、やってることはねとんでもないことをやってる、高級フルーツ盗んだりとか、中には豚盗んだりとか、そんなのもありましたよね。そういったねところも考えても、もうちょっと、入国に関しても外国人どんどんウェルカムで入れるのはいいですけども、そういったところが増えてくるということもね実際あるので、そのあたりもこうちゃんとね、入管は考える必要があるのかなと。外国人が日本に来るのは、観光に来るのはいいと思いますよ。ですが、観光に紛れて犯罪を犯しに来る者も確かにいるんです。そのあたりも考えていただきたいなということで、まあ、今後もこういった事件ありましたらまた配信させていただきたいと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。